はいどうもあきです、えー、今回はですね普通の友情ガチャを引いてみたという動画をあげたいと思いますはい最近ね友情ガチャになんか友情普通の友情ガチャとは別で友情ガチャに何かが入るとかじゃなくて進化素材とかなんでねちょっと使い道がないんで10回引いてみてねちょっと確かめたいと思います友情ガチャというものがどういうものかはいそれでは友情ガチャ10回引きたいと思います10年 ヤタガラス来いヤタガラスプラスが来ないなおメタゴル来た結構美味しい実はプラスが惜しかったんだけどね本当はちょっと今あと1プラスで200プラスができるんでねちょっと期待しちゃったけどはいということでね実は友情ガチャってこんなんね トポペンとか出たりとか、トマドロベビーとか出たりして、実は美味しかったりするので、まあ、なるべくね、フレンドに使っていただけるようなモンスターをリーダーにしたいですよね。って言ってたら、こんな使われないやつをリーダーで放置してた。まあ、今だと、究極アテナとか、やっぱパンドラとかが使ってくれるのかなと僕は思っています。はい、友情ガチャは大切ですという動画でした。はい、また別の動画でお会いしましょう。もしよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。アディオス。